こんにちは。家を断捨離してキャンピングカーで日本一周しているガタガタゴーゴーむっちゃんです。今日は私がキャンピングカーのマルチルームの中でもトイレについて、トイレのすべてをご紹介したいと思います。で、これを使うとトイレのアンモニア臭とかがしません。私たちのおすすめの使い方を紹介します。幅25センチ、奥行き47センチ、高さ25センチのものになっています。マルチルームって何っていうところですが、マルチルームの動画はこちらご覧ください。まずはサイズ感ですよね。こちらは進行方向に79センチ、横に67センチ、高さ195センチ。僕が175センチなので十分余裕があるスペースです。立った時はこんな感じです。ぐるっと回るとそれなりの広さ感じますよね。トイレ内はこんな感じですね。はい、こちら車体の外ですね。この扉の向こうがマルチルームになります。で、こちらが臨水器の投入口です。そしてこちらがブラックタンクが入っている部屋になります。臨水器はどうなってるかというと、こんな感じになってます。ここに直接水と臨水器入れます。そのまま横に移ると、ちょうどここのタンクの中に臨水器が入っているのが分かりますね。で、こちら実際にブラックタンクを見てみましょう。はい、こんな感じでブラックタンクが入ってます。ちょっとサイズ感のイメージとして、幅25センチ、奥行き47センチ、高さ25センチのものになっています。では実際に取り出してみましょう。取り出すときにやらなければいけないのが、まずトイレの中、こちらのレバーがきちんと閉まっているかを確認します。このレバーが開いているとブラックタンクは取り外せません。そして外からはこちらの黄色いレバーを上に上げます。レバーを上げてから取り出します。こちらの今出てきた部分が処理する排水口になります。トイレの基本の使い方、便座の蓋を開けます。座ります。し終わったら横のレバーでブラックタンクに落とします。横のタンクのレバーを上げて水洗を流します。薬剤紹介。はい、トイレ用品の薬剤はこの2種類を使っています。で、こちらはブラックタンクに直接入れます。水を適量入れてこの薬剤を一目盛り分入れます。でね、このブラックタンクに直接入れる薬剤なんですけど、色は青色をしてます。匂いはもうね、香りに慣れちゃってるので、トイレの匂いブルーレット置くだけみたいな感じの香り。もともとブラックタンクに入ってるもので、ブラックタンクと居住空間はゴムパッキンと便座の蓋とマルチルームの扉で三重でされてるので、匂いは気になりません。私は個人的には。で、こちらは臨水器といって、水洗トイレみたいに水とこの臨水器が流れて便座の中をきれいにしてくれるというものです。で、こちらはね、色はピンクです。香りは
え、そんな嫌な香りでもないし、なんか薬っぽい香りでもないし、これもリン水器入れ歯に水とこれ一目盛り入れて使います。薄めて使うっていうことですね。こちらメーカーさんによって私が知る限りでは3種類あります。前は違う種類を使っていたんですけど、こっちの方が安くてこっちに切り替えました。でも基本使い方は一緒です。ブラックタンクに入れるものとリン水液として入れるものを合わせてバイオの力で分解するという感じですね。でこれを使うとトイレのアンモニア臭とかがしません。トイレでできること、トイレでできることは大と小です。なのですが、私たちのおすすめの使い方を紹介します。知っておくと楽できるおすすめの内容、それがブラックタンクに落ちるようにするのは小だけにするということです。大は後ほど掘り下げてご紹介します。まずブラックタンクに小だけということは、トイレットペーパーも捨てません。トイレットペーパーはタンクに行かないように燃えるゴミで処分するのがおすすめです。ブラックタンク内に台とかトイレットペーパーを流してしまうと、ブラックタンクの汚物処理をするのがとても大変になります。実際に台とトイレットペーパーをブラックタンクに流してしまうと、ブラックタンク内の処理をするにはこの小さい口から汚物を捨てることになります。しかしトイレットペーパーと台をブラックタンクに流してしまうと、この排出口の細さからペーパーができらなかったり、なんとなく台が残っちゃってるかなという感じで、何回すすいでもなんとなくできてないような気がします。トイレットペーパーって溶けてなくなるイメージがあるんですが、実際は水に完全に溶けずに残ってしまいます。タンク内のペーパーを完全に出そうと思うと、何度もすすいで出しての繰り返しをして、とても大変な思いをしています。そんな大変な思いをするくらいなら、最初から燃えるゴミとして処分する方が楽だと思います。そして台の時は我が家で愛用しているこちら薬剤のバイオケミカル系のこのバイオの力で分解されて全て液体になるかと思っていましたが、実際には分解はされるんですけども、やっぱりね、あの台の根元残っちゃうんですよ。したものがどんどん多分削れててちっちゃくなっていくんでしょうね。なんだけど残っちゃう、完全に液体になるわけではありませんでした。ということで、トイレットペーパー同様、台もこの薬剤に頼らずに別にした方がおすすめです。台の時のおすすめグッズ紹介、はい、ここでようやく台をしたい時のアイテム紹介になります。それがこちら、トイレットという商品になります。中がね、こうやって吸水、そして吸収、匂いをですね吸収してくれる作りになってます。でこちらは燃えるゴミで捨てられます。こちら防災用品にも使えます。便座にセットしてこの上に座ってするだけですね。吸水量、台の場合は一回したらもう口を封を閉じて捨ててしまうんですけど、小の場合は 4,5 回ぐらいできます。ただそれ以上するとものすごい重量になって、ちょっとこれ以上水分吸わないかも、吸っても水分が戻ってきちゃうかなという感じになりました。災害時の防災用品や介護用品としても使えるのでありかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。キャンピングカーのトイレ、はい、あのなかなかね、家族とか皆さんでっていう風なところをうまく打ち出せばね、
キャンピングカーちょっと買うのうんっていう風に思われてる方のちょっとした最後の一押しね。サービスエリアとか並ばなくて済むってすごいもんね、うんうん、っていうところを本当に雨の日出なくていい、うん、夜も出なくていい、時間問わずトイレできる、このストレスのなさ最高。特に女性にはねありがたいと本当思うんですよ、はい、そういうところをうまく打ち出してうまく武器にしていただければと思います。はい、はい、それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。